豪華キャストストタッフの皆様にご登はい、えー、皆さん、こんにちは。立花ランを演じました、三好彩香です。えー、本日はやっと配信直前にこう皆さんに。 오해い니다 여러분 오늘은 여러분과 만날 수 있어서 정말 행복합니다. <웃음> 왜요? 왜요? <웃음> 네? 어, 괜찮아요? 너무 괜찮아해 아, 유가 <laughs> 됐는이 네. 영화가 많은 분들에게 닿기를 바랍니다. 素晴らしい時間ができたら嬉しいですとても嬉しいです本当に素晴らです <laughs>、えー、こんにちは久保塚雄介です白石誠一郎という悪の組織のボスをやりました、えー、本当はいい人なんです <laughs>、えー、最初にオファーいただいたときは東京国際映画祭でかか、えー、る作品ということも 知らなかったので今日こうやって皆さんの前でお話しさせてもらえることを、そしてこのメンバーと一緒に登壇できることを誇りに思っております。今日はお集まりいただいてありがとうございました。Hi, everyone. I'm Yosuke Kubozuka, as Shiraishi in Nako Girl.Thank you for our gathering to witness this amazing international film festival.

本当にこの橘蘭としてこう私がどういうふうにこの作品を書き回してどんどん引っ張っていろんなこう革命を起こしていけるのかっていう,こう不安と緊張とですごくぐちゃぐちゃな感情だったんですけれどもまあ無事にこうオファーをいただいた時に。 率直にとても嬉しい気持ちでしたし、まあ、Amazon プライムでこう世界配信ということでまた全世界たくさんの方に見ていただける作品なので緊張もありながらもすごく気合いの入ったあの、はい、なんか気もちょっと、はい、あのいやいけてました <laughs> 本当ですやっぱなちょっとあ,あまりにも多言語が飛び交いすぎて自分でも途中から何言ってるか分からなくなっちゃっんですけどてでもあのそうですねあの本当にとても嬉しかったです原作ものということなんですが、えー、とほぼオリジナルなんじゃないかというような脚本に仕上がっているなというのを。 読んで思いましたでその中で、まあ、原作に登場しない役でオファーいただけたっていうことでもう本当に率直に嬉しかったっていうのとやっぱり日本と韓国の,あの合作でどういうものにが出来上がるんだろうっていうそのワクワク感みたいなものが本当に大きかったので、えー、是非参加してみ、えー、たいなと素直に、えー、思いました。 でチャン監督すごいチャーミングな方なんでですね現場ではもうあのビシッと自分のこういう絵を撮るんだっていう感じでねあのビシッとしてますがご飯とかを、ね、食べに行くと、まあ溢れんばかりのこのチャーミングさで、えー、言葉の壁を、ね、超えるチャーミングさを見せてくれるのでとってもいい関係が今もあの続いている仲のいい監督になってくれたんでそれも嬉しいなと思っております。 まあ本当正義感が強く情にも熱くなんか本当ずるいところで登場するキャラクターを演じさせていただいたことをとても感謝していてただ、今回まあ彼の,あのそういった完璧すぎないところというかまあその悪の組織に立ち向かうんですけどそういったこうなんか不安定どうしの張り巡らされたこう緊張感みたいなところがアクションにも乗っているんじゃないかなと思いながら演じさせていただいておりました。 はい、そうですねあの本当に今思い返してもよくあんなに半年間もみんなでこう力を合わせて過酷なトレーニングをやりきれたなというなんか感無量な気持ちなんですけれども、まあ、まず私自身はボクシングも初めてこの作品で触れたのでボクシングの基礎練習からそして、 本当にたくさんの人数でアクションをするシーンがたくさんあるんですけれども、まあ、前田君をはじめ本当に他のキャストの皆様と体育館で1日56時間ぐらい、ね、<laughs> みんなで練習を毎日毎日通って重ねて。 やっていく中ですごくチームワークもあのよくなっていきましたし大変っていうだけではなく、まあ、今回は日本と韓国のアクションチームそしてトレーナーさんやいろんな皆様があのすごくこう先陣を切ってあの教えてくださったんですけれども、まあ、本当に皆さんの力のおかげでこのトレーニングも大変という気持ちだけではなくこの「ナックルガール」がすごく皆さんにとって あの力強く届いてほしいという気持ちがこうみんなにあったからこその乗り越えられたトレーニングだと思うのでまあ本当に細かい部分は大変なところたくさんありましたがでも今思うととてもやりきれてよかったなと思いますしまあこれから皆さん見ていただくと思うんですけれどもすごくその努力がまあ見えていたら嬉しいなと思います。はい ティースフォービーでムービーけます。パネルマジで。ムービーはい。今、ムービーいきす。じゃ、戻しまーす。はい、私、目無茶振りにもお答えをいただいて、すみません。せっかくでしたらね、レッドカーペットの時も、本当に素敵な。お背中のお衣装だったので、お挨拶の時もね。 雰囲気は違うけれども、素敵なバッグのドレスでした。さあ、ムービーの方もよろしいでしょうか？はい、それではフォトセッション以上とさせていただきます。よろしいでしょうか？皆さんご協力ありがとうございました。お預かりいたします。それでは改めまして、ご登壇の皆様にぜひ盛大な拍手をお送りいただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。<laughs>